はい、すいません、次のゲームに移りたいと思います。スターウォーズジェダイナイトですね、ジェダイアカデミーという作品になります。解説スクさんにお越しいただいています。早速ですがスクさん、自己紹介、お願いしてもよろしいでしょうか。ああ、こんばんは。先ほども解説させていただきました、スクと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、これ学園ものってなんかコメントが来てますけど、学園ものなんでしょうか。そうですね、あのジェダイアカデミーってジェダイ養成する学校があるんですけど、まあそこでのお話になりますね。なるほど。これまたつなぎが来るのかな。どうなんでしょう。あ、CM が CM でした。これ一応あれですかね、スターウォーズ本編の設定に絡むような話になって、これレジェンズなので、はい、静止とは一切関係がないです、ね、なるほど。じゃあスターウォーズの世界観を借りた話っていうことだけなんですかね。そうですね。まあ、時代背景としては、一応そのジェダイナイトシリーズって言われてる、Hey guys, Mr. Jiki, and this is for the ESA glitch intermission. And today I'm going to show you one of my favorite games that got obsoleted in Jedi Academy, which is the Full Go Fasty on Tier 3 Witch. で、エンドアの戦いの、エンドアの戦いで帝国軍が負けて、で、新共和国による宇宙の統治が始まって、10年が経った頃が舞台になってます。で、もともと、ジェダイアカデミーあったんですけど、まあそのエンドアの戦いなりうんぬんで、結構大打撃を受けてしまったんですけど、ルーク・スカイウォーカーだったりの活躍によって、まあ完全に崩壊することはなかったんですね。で、それで各惑星からまた、生徒を集め直して、こう、次世代のジェダイを養成しようと、新しくまた、一から作り直された組織ですね。すごい動きしてましたね、今。あら、なんか画面が、あれあれという感じですか。多分待機中なので。あってれば始まるかな。あ、ちなみにダークサイドねんっていう話題が出てるんですけど、やり方次第ではダークサイドに落ちれます。おお。これがフォースですかっていう質問が来てましたね。フォース。まあ、フォースは何でもできるんでね。そしてつなぎがまた来たかな。はい、恒例のつなぎ番組来ましたね。お、3人になってますね。Go for it. Go, go, Shane.この左側のお二人はあれですね、次のあの次じゃないな、その次か。多分ムーンベース走られるお二人じゃないかな。でですね、あ、そうだ、これ言わなきゃいけなかったんですけど、
このゲームビットがあってですね、あのビットの内容が微糖の内容がね、あのコメンタリーバイアスっていうコメンテータリーのバイアスがあるよ、あるっつって、でちょっとチームジャニタとチームカーラのどっちをこうどっちにバイアスを寄せるかっていうのがあって、で今、チームジャニタの方が、15ドル差ぐらい差がついて勝ってるので、まあ、このままだと僕の解説もこれに乗っ取った、解説っていうほどこのゲームわからないんでスターウォーズに関するお話になっちゃうんですけど、まあ片方のチームだけ応援する配信になります。これはゲームの中で2チームがなんか競うっていう感じの、そうですね、レースみたいな感じになってますね。エニパーセントのリレーレースってなってるんで、だそれで45分の間でどうやってリレーするのかは正直よくわかんないんですけど。そうですね、左下は今ESA じゃないらしいですね。Have they ever played the game before? I don't think so. But anyways, we'll find out in a minute here. But first of all, let's actually go over, Muffin, do you have maybe some stats prepared here? Sure, yep. So going over to the first stat overlay, we will break down some useful information for you. Thank you, statistical guy. またなんかこうニュースが。Thank you.あ、今のビットの話ですね、ちょうど説明してもらったですね。これはなんだ、多分これまでのなんかあれですかね、結果ですかね。だからどういう HK毎年だからこれあれやってるんですね。毎年これ戦ってるんですね、この2チームは。で、今年がどうなるかっていうことですかね。今2-2だからどっちが勝つんでしょうっていう話ですね。すごい。超多国籍。そうですね。Each of these acronyms is just sort of a bit of movement tech that we're going to be utilizing in order to maintain speed. But don't worry too much about those details. We might touch on them as we get in. And then Team Carla over on the right, we have Mr. Lay. ジャニタが、ロシア、フランス、イタリア、アメリカ。右はドイツですかね、上。ですね、ドイツと、ウクライナかな。ウクライナと、アメリカと、これ真ん中どこだ？真ん中はね、これね、インドネシアかな、多分。ハンガリー、怒られちゃった。ハンガリー。イタリアじゃなくて。ああ、確かに。イタリアは縦ですね。そうですね。インドネシアを当てたので褒めてください。めちゃらにしてください。はい、インドネシアって2色でありませんでしたっけ？赤白じゃないかな？これ多分右の真ん中は多分どっか違う国。インドネシア違う？オーストリアじゃん、違うじゃん。もうそうですね、オーストリアだ。そうですね、インドネシアは赤白かな、上下で。何と何をチャラにする、まあ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 、そういうこともありますね、夜中ですから。あ、じゃあ、ヤビンでの戦いをなかったことにしてもらって。はい、
画面戻ってきましたね。これで結局今、ST が、45分ですね。45分をチーム戦でずっと、なんかどんな感じで戦うんですかね。レースではないんですよね。リレーなんですけど、どこでどう入れ替えるのか全然わかんないんですよね。これはそういうカテゴリーがあるわけでもなく、このイベント独特のやり方ってことなんですかね。あのエニパーのノースターブランチっていうカテゴリーはそもそもあるんですけど、まあ、リレーでなおかつレースっていうだけですね、今回は。あ、なんかチームジャニタにが100ドルぐらいになってる。あ、もうバイアスかけるしかないな。60ドルも差ついちゃったらな。そうですね。そうですね。まだチームカラーの方は45ドルのままですね。増えないですね。ちなみにこの、あれ？どの方だっけ？チームジャニータのジャニータさんとカルラさんは、なんかもともとこのゲームずっとしてらっしゃるんですかね。どうなんだろうな。そこら辺は、リサーチしてないから。お、画面来ましたね。お、画面来た。お、そして。あー、なんか、めっちゃ、あれですね。モッド入ってますね、これ。おお。右の画面が動いてないけど、これはそういうもんなんですかね。左がや、ああ、動いた、動いたぞ。コメンタリーバイアス。左側がジャニタさんのチームですね。今、ビットが勝ってる方の。そうですね。僕たちは、あの左側の人たちを応援する形でいきます。はい。ジャパニーズリストリームはチームジャニタを応援していますっていう形で。これゲーム音入ってない感じですかね。ゲーム音来てなさげですね。じゃないですよね。本編はもう始まってそうですか。あ、始まりました。こういう感じなんだ。Jaden, see if you can make your way around there. Thanks, Jaden. これはアカデミー生ってことなんですか？このそれぞれのキャラ。ね、ジェイデン・コールっていう主人公ですけど、はい、見た目は自分の好きなその種族だったりとか、いろいろ割と自由に。ライトセーバーの色とかも自分で設定できます。で、前作まではチャプター方式だったんですけど、はい、あれですね、これ3作目なんですけど、確か。前作まではチャプター方式だったものの、まあ、ミッションを選択して、こう進んでいく形に、なんだろうな、何個クエストクリアしたら、ストーリー進めるためのミッションが解放されて、でクリアするとまたノーマルのミッションが出て、それミッション何個クリアすると、ストーリー用のミッションが出て、みたいな感じで進んでいくタイプのゲームですね。なるほど。
なんかトゥームレイダー的な遺跡っぽい感じの中に入ってきましたね。まあジェダイ寺院とかでジェダイになるための修行をしなくちゃいけないので。あ、寺院なんですね。おそらくはそういうことなんじゃないかなと。で、これ右側の画面はあれ？あ、全然全然ステージが変わってますね。あ、これあれだな、さっきの1個前のあのつなぎの時に背景になってたやつだな、これ。アーカムシティの、バットマンアーカムシティの前のつなぎの時のこの背景でしたね。右の方が今ちょっと有利な感じですね。進んでますね、はい。左の人を頑張ってほしいなーって。難しいな、片方に寄せて開発、解説するって。これ動きとしてはあれなんですか、普通に行くとずっと走っていく感じなんですか。なんかステージごとにクリア条件が設定されてて、こう場所によってはパズルとか解いたりしないといけないんですけど、まあ、基本的にゴールポイント向かうだけですね。ああ、これはこういう移動方法が早いから移動、こういう移動になってるんですね。ここはちょっとわかんないですね。で、これはまっすぐ行って。結構差ついてますね。そうですね。右の方が結構リードしてる感が。早いですね。ありますけど。で、左の。ジャニタさんチームも今2ステージ目終わりましたね。3ステージ目は？パワーコンバーター should do. Hello? Hello? Hey, you there? Thank the force you've come. This place is. なんか船の中に入って出てきましたね。あれですね、今、こうジェダイの、ジェダイアカデミーの生徒たちが乗った船が墜落しちゃったっていうタイミングの後かな、多分。おそらくは。ヤビン4に向かってて、で、シャトルが不時着しちゃったっていうところですね。で、今これ行方不明になってる学生を探してる感じですかね、多分ね。なるほど。これはなんか クエストとかっていう設定じゃなくて、リアルに学生が行方不明になったっていう設定なんですね。今そうですね、ストーリーの設定としてって話です。ちょっとね、ここら辺の時代はざっくりとストーリーの概要を把握してるだけで、やれてるゲーム、ちょっと日本語対応してないゲームが多いので、遊べてない部分が多いので。日本語版はないんですか？昔出てた気がするんですけど、あれかな、有志によるモッドはあったかな、確か。今遊ぶんだとすれば。ちょっとね、これはね、遊ぶのあんまちょっと手出せてないので、あんまゲームの仕様については全然わかんなくて、単純にスターウォーズがわかるから応募したっていう感じだったので、あ、右壁抜けましたね。抜けましたね。お、なんか見たことある感じのキャラクターがいっぱい出てきましたが、なんか投げてる。これ何を投げてるの？グレネードみたいですね。グレネードか。
左の人は普通になんか正規ルートを進んでる感じなんですかね、これ。いやー、にしては上登ってましたけどね。これで？ああ、左の人の方が今先行してるのかな？違う。マップがわからないですね。今これどこだ？あ、ここからホスですね。右側がホス入りましたね。これはキャラクター、あ、プレイヤーが変わったんですね。今、これはですね、ホスにある、惑星ホスにある、そのルークとオビワンの、なんか、隠れ家みたいなのがあって、で、そこに行って、なんかデータを取りに行きたいみたいな、しですね。これ、この雪山もさっきのあれですね。中継ぎの時の設定が多分この雪山だったんでしょうね。雪山というか雪景色だったんでしょうね。そうですね。左の方も壁抜けしてましたね、今。Why would they be guarding this pile of junk?で、右側はこれあれかな？エコーベース入ったかな？これ、右側の人ってボールを、あ、バスケットボールですよね、これ持ってんの。そうですね。あ、投げられるんだ。あ、もう飛んだのかな？どうなんだろう。正規プレイの産物なのか。ちょっと設定がよくわかんないですね。さっきは確かに D2 っぽかったけど。元のゲームを知らないからちょっと何とも言えないですね。なるほど。でも今は普通に、あれですね。あれですね、グレネードのスキンがバスケットボールになってるだけですね。なるほど。だからあれかな、ある程度ステージごとに人変わってる感じなのかな。左側も変わりましたね。さっき女性のプレイヤーさんでしたけど。そうですね。一応リレーってことになってるのかな、両方とも。チーム戦で。そうですね。バスケットボールの見た目をしたグレネードっていうことみたいですね。ちょっとすいません。分からな、知識がないので分からなさすぎて申し訳ない。左側もさっき、右側の人が走ってたところを進んでってるみたいですね。いやー、これあれだなー。スターウォーズの知識だけでなんとかなると思ったけど、無理だ、これ。ゲームの知識が全然、あと多分元を入れまくってるっぽいみたいだから、それですね。そのあたりの設定がわからないと辛いですね。ちなみに左側の操作さんも、バスケットボール選手になってますね。あ、でも今なんか違うもの構えてんな。ボウガンになって。バスケの知識。
そうですね。右側の人今多分銃のスキンがあのスプリームになってますね。そして。あ、だめだ、このゲーム何にもわかんない。もう諦めましょう。そうですね、なんか右側明らかになんか登ってますね。今あれですね、あのきっとスクさんの後ろにこう宇宙猫の背景が広がってるんでしょうね。お、ジェダイ妖精の話をしてほしいというリクエストもありましたが。ああ、そうか。どこから話すべきかな。ここから話したらいいんだ。そうですね、なんかもっとゆっくり戦うのかと思いきや、これが時代妖精。ジェダイナイトとは何ぞやって話から始めてもいいですか。はい、どうぞ。ジェダイナイトっていうのが、あれですね、ジェダイオーダーっていう、まあ、そのジェダイだけで構成された組織における階級の一つで、まあ、あれですね、ジェダイトライアルって試験があるんですけど、試験に合格すれば、ただジェダイってだけじゃなれないんですよね、ジェダイナイトには。で、ジェダイに関しては、なんだろうな、ですね、特に年齢の規定とかはないんですけど、パダワンはやっぱり結構若い、子供がなる傾向が、てか、そうですね、子供の頃から基本修行して、大人になると同時にこうマスターからちゃんと修行終わったら、ジェダイマスターになるためのこう儀式を受けるっていう感じです。ちなみにこのジェダイアカデミーはどの辺で入る学校なんですか？ジェダイアカデミーはなんかね、本編じゃ全然出てこないんですよね。ああ、後付け設定みたいな感じってことですかね。なんつったらいいんだろうな。難しいな。ちょっと私がスターウォーズ何も分かってないので、素人的な純粋な質問でした。そう、存在だけあるみたいなものを、なんか設定には、生死ではないってさっきね、おっしゃってたんで。そうなんですよね。生死じゃない関係で、マジでなんて言ったらいいんだ。あれでしょ、学会的な素人質問じゃないですよ。リアル素人質問ですからね、皆さん。もうスターウォーズ素人だからさ。いや、それはあれですね、学会的なやつですね。ほら、って言われてますよ。お、で、また次に進んだな。右側がまた走者変わりましたね。今度はこれ何を持ってるの？そうですね、キャラクターも変わりましたね。そうですね、スターウォーズ話が難しいんですよね。難しいというか歴史が長いだけにあって、
なんかね、あれなんですよね、僕がそもそも見てるものが、本当に、あの、クローンウォーズだったりとか、そこら辺の、その、割と静止として語れることが多い部分の、作品をメインに、やってるので、そこら辺が、ちょっと、どちらかというと、やっぱ個人的には、その、ジェダイの、その特訓っていうか、ジェダイになるための場所っていうと、やっぱり、ジェダイ寺院でマスターから、訓練を受けるっていうのが、メインになるのかなっていうふうに。そうですね。そのあたりは、映画の中でもよく見かけますね。ああ、そうですね。この、あーっていう声がさっきのゲームとゲームの間のつなぎで、あーってずっと言われてたやつですね。そうですね。ここっぽいですね。いや、これは、わかんないですね。ゲーム本編を見てないと。もう完全にこれあれですね、悪ノリネタ的な感じのゲーム枠なんですね、この枠はね。そうですね、ちょっとミスってたっぽいですね。なるほど、わかりました。今、インプットしてきました。ジェダイアカデミーっていうのが、まあ、さっきお話しした、ジェダイの、ジェダイ寺院っていう話をちらほらしてたと思うんですけど、ジェダイ寺院っていうのがコルサントっていう場所にあるんですけど、まあ、それが、それの中に、ある、その、ジェダイの訓練のシステムの総称として、ジェダイアカデミーっていうのが用いられていたみたいです。で、何個かあるみたいで、ジェダイアカデミー、種類がたくさんあるみたいで。で、今回はヤビン4っていうところに、ある、あれですね、お話です。ダメだ、やばい、スターボード全然わかんない。これで？これなんかね、抜いたっぽいっすよね。左の方が今先行してるですかね。知らない、わかる、わからん、ちょっとわかる、確かに。これまた右側もなんか音声はずっと右側の方から聞こえてくる気がするんですけどね。そうですね、左側の音声はないかい。左画面固まってるな。固まってますね。音形が固まってますね。固まっちゃってるのか。右側のパダワンは何星人なのって聞かれてますね。そうっすね。見た目が緑だけど。この種族の、種族は結構、
ポピュラーな種族ですね。多分トグルータだってたかな。トグルータで合ってるよな。ちょっと待って、知られるか。ちょっと間違ってたらやだ。ちなみにさっきコメントで、特定のマスターに指示していないパダワンはアカデミーで集団訓練っていう感じだっていうコメントいただいてます。なるほど、なるほど。あれか、その有望な人たちはその指示するマスターについて個人レッスンを受け、そうじゃない無造無造の候補生たちは集団でグループレッスンを受けましょうみたいな、そういう感じってことですかね。合ってんのかな。かねー。ああ、走者交代。確かにそうですね。左上のワイプじゃないや、カメラが消えたので、走者交代したのかな。あ、違った。種族はね、トワイレックでした。トワイレックです。だそうです。優秀な生徒だけひいきしてるというよりも、まあ、あれですよね。差別ではなく区別っていうやつですね、きっとね。わ、すごい。普通、先進コースと普通か。確か、パダワンも、特定のマスターに着く前に、確か、集団訓練は受けるはずなので。なるほど。じゃあ、そこで一定の成績を収めるとか、なんか優秀層だけ、あれですかね、マスターに。年齢だった気がする。おー、なるほど。年齢で、マスターが確か固定のがつくんだったかな。で、パダワンの時は、耳飾りが つけなきゃいけないんですけど、こう、ね、昨日のね、昨日あったジェダイフォールンオーダーでも見るとわかるんですけど、こうパダワンからこうジェダイに、ちゃんとなる、ジェダイナイトにちゃんとなるときに、耳飾りをね、昇格するときに、お下げをね、切ってもらうっていう。なるほど。よくある。があるわけですね。的なやつですね。そして、これ今どっち違う？あ、若干右が先行してるのかな？壁抜けてる。壁抜けも必修科目。必修科目っぽいですね。まあ、スターボーズのゲームやるときは大体壁抜け覚えた方がいいかもしれないですね。なるほど。ですね、師匠がいる状態を、パダワンっていう風に呼称しますね。そうですね、左側止まりが、ね、左側がね。ちょっとどっちが進行してるのかよくわからない。やはり画面が真っ黒になってしまいますね。これで右側は明らかに正規ルートじゃないところに行こうとしてましたね、今。あ、失敗したかな。もう一回壁抜け？壁抜け？あー、なるほど。こっちに上がってきたかったのか。左側はダークサイドに落ちた。なるほど。
皆さん見えないんですか？今左側すごい壁抜けしてるの見えませんかね？あ、見えないですね。フォースを集中させて見えない見えないですね。奏者さんの細かなこうキーボードさばきとかが見えてきます。すごすぎる。きっとダークサイドに落ちた人たちには見えない世界が繰り広げられてるんでしょうね。お？復活した？ダークサイドから戻ってきたようですね、左側が。一方で右側は？そうですね、左変わりましたね。やっぱり左の方がどうなんだ、進んでるのか、どうなんだ、どっちが先行しているのならという感じですけど。右側の方がでも先行してるっぽい感じはしますね。そうですね。見たことない景色が映っている。そうですね、ネタじゃなくてちょっと真面目に。右側がチェックポイント踏んで進んできますね。お、左側は宇宙に出たぞ。あー、シューティングしてたっけか。射撃してますね。そうですね。もう今左側の人がなんか緑色っぽい感じのなんかアーマーみたいなのがかかってましたけど、何だったんでしょうね。すごいすごい距離落下してましたけど。そうですね、ライトセーバーはフォースが強くないと使えない特別なものってコメントいただいてますけどですね。ライトセーバーはそもそもですね、まずまあフォースの観能者として、ジェダイになるための権利が与えられた時にですね、まあ、その、師匠がついた時に、ご師匠と一緒にジェダイ寺院っていうのに行って、まずカイバークリスタルね、自分のライトセーバー用のカイバークリスタルをね、取りに行くところから始めるんですけど、まあ、そもそも天然のカイバークリスタルはそのジェダイになる素質を持った人間じゃないと手に入れることができないので、とても希少価値の高いものとなっています。ちなみに、ジェダイの訓練生、集団訓練で使われるライトセーバーは、非殺傷性のものが使われているようです。確かね、描写があったと思うんですけど、なんかね、当たっても火傷するかしないかぐらいのレベルのダメージが入らないらしいです。左が先行。で、まあ、カイバークリスタルに関してなんですけど、まあ、設定が結構ね、なんやかんやございましてですね、カイバークリスタルの設定はいくつかあるんですけど、まあ、まあ、カイバークリスタル、まあ、フォースと共振するため、一般人だとね、ライトセーバー持ってもね、ライトセーバー持って一般人が出すことはできるんですよ、刃を。ただそれを制御することができないですね。
で、それで、取りに行かなきゃいけないんですけど、氷の洞窟ってところでね、ハイバークリスタルを手に入れるための、なんか通過儀礼みたいな、儀式みたいなのやらないといけなくて。で、フォースの力だけで、その洞窟を探検して、こう自分に適合した、自分に合った、クリスタルを見つけないといけないっていう感じですね。で、カイバークリスタルって無色なんですよ、もともと。で、適合者を見つけた時に共振して色がつくんですね。で、で、ダークサイドは、ダークサイドのジェダイは、自分から落ちたりでもしない限り、ライトセーバー持ってないので、きちんと、儀式とか訓練を受けてないので、カイバークリスタルを手に入れる必要があったんですね。で、それで、基本的に、ダークサイドに落ちた人間がね、ライトセーバー使うと、まあ、共鳴できないんですよね。で、共鳴できないと、無理やり、使わなきゃいけないんで、まあ、それで、クリスタルが、今の設定ですよ。クリスタルが、血みたいに、色を変えて、クリスタルが血を流すっていう、割とは、あんまりいまいちしっくりこない描写なんですけど、で、それで、シスの持ってるライトセーバーは赤くなっちゃうんだよっていう設定がありますね。昔の設定だとね、人工のクリスタルを使っていたから赤いんだよっていう感じだったんですけど。左が、これ。左、終わった。終わりましたね。タイマーついてます。ね。左の勝ちです。あんましっくり来なかったな。右側も今、もう終わりそうな感じですかね。って感じですかね。そうですね。賭けで、ビットで勝っていた左のチームジャニタノさんの方が。勝ったみたいですね。はい、すいません、もっとスターウォーズ勉強していきます。いやいやいや、ありがとうございました。左右ともに、あ、右ももうちょっとで、すごい音鳴ってますね。音割れてる。ボスすごい筋肉ムキムキですね。すごいですね。そうですね、このゲーム結構走られること多いんで。あ、そうなんですね。ゲーム結構走ってることイベントで見る機会が多い気がするので、ちょっとどこかのタイミングで買って積んどこうと思います。ぜひ積まずにプレイしていただければ。積んでるスターウォーズゲー多すぎるんですよね。まあ作品本数多いですからね。映画も多いですけど、スターウォーズ4本ぐらい積んでます。なるほど、ね、映像作品すら積んでるんで、そろそろやばいなって。じゃあですね、ゲームは RTA で走られる回数が多い順に積み崩しをするということでいいんじゃないでしょうか。突破な日本語対応してないんですけど、それ大丈夫ですか、それでいくと。なるほど、それ辛いな。今回2回入ってる、The Knights of the Old Republic っていうのがあるんですけど、今回1と2あって、僕ちょ、2の方は解説できないんですけど、なるほど、時間の都合で。ワンの方は一応入るつもりではいるんですけど、ストーリー全然わかんないんで。ちょっと勉強して、これもまたね、勉強してこないといけないんですけど。
ね、スターウォーズが何ぞやっていうのをね、だけでもね、お伝えできればなと思って。全然ね、スターウォーズ、知らないけど、なんかよくわからんけど、このゲームやったことあるぜ、みたいな人いたら全然、お譲りするので、そうですね、一緒に入っていただいたっていいですしね。はい。これ右側はまだムービーが続くの。あ、ちょうど今、はい、終わりましたね。100% of the proceeds during ESA summer will be donated to Save the Children by using the proceeds from the fabulous event hoodie and shirt shown on screen right now. ありがとうございます。視聴者の皆さんもありがとうございますとコメントいただきまして。はい。では、こちらでスターウォーズジェダイナイト、ジェダイアカデミーのゲームの解説は終了とさせていただきます。つくさんに拍手をお願いしたいと思います。はい。ではですね、次のゲームの準備に参りますので、少々このままお待ちください。一旦失礼いたします。Carry out the run like a machine. I have never seen a 113. I can do it faster. I can do it blinded. Need no screen. Even Stephen gained the same routine. Glitching through the walls just like a dream. I can do it real time. I am at my best when live on stream. I've got that golden eye of a tiger. You can call me Big Champ 64.Could be stacked against us, but that's never happened before. I'm playing perfect, every second.